ヘルメットもいらない。え、私が乗るの？こんなヘルメット被ったことないわ。いい、おお、いい、いい、いい、おじいちゃん帰っといで。テリーさんと土屋さん、車以外の乗り物とか最近の乗ってますか？車以外は乗らない。車以外は乗らない、うん、僕は乗ってますよ。あ、乗ってる？何乗バイク乗ってるじゃないですか。あ、そうか、そうか。あと船も乗ってるじゃないですか。あ、そうか。すごいな、ね、で今日はね、ちょっと車以外の移動手段っていうのが、はい、最近いろいろ出てきてるみたいなので、はい、街でいますよね。見るでしょ。代官山とかさ、可愛い女の子乗ってますよね。キックボードみたいなことですよね。そうそうそう、まあ、ちょっとね、今回はそういうのも見てみようということで、うん、ゲストの方お招きしております。はいはいはい、株式会社サンウォータスモビリティ事業部の柏原さんです。はい、よろしくお願いします。柏原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、まずはですね、こちらの電動キックボードになります。はい、見たことはございますか？おー、よくね、街にカテゴリーは何になるんですか？カテゴリーは今のところは、原動機付き自転車 50cc の原付きと同じになります。じゃあ免許ないと乗れない？そうです。ウィンカーも当然あるわけですよね？そうです、ウィンカーもついてます。へえ。ヘルメットもかぶんなきゃいけない？そうですね、ヘルメットも。なるほど、そうです。なるほど。あ、ヘルメットかぶってない人いる？いや原付きはかぶんないと罰金だけど、あのほら街中で走ってるやつをかぶってない、ね、ないよ、あれはかぶってない。あれはなんで？あれは事業者の方から国に申請を上げまして、特例措置という形で、今年の6月30日まではその事業の特例ということで、ヘルメットなしで。あちらはですね、あのトラクターなどと同じ小型特殊の扱いで走ってるんですね。ということで6月30日が終わっちゃうと、こちらもなんですけども、16歳以上の方であればどなたでも免許なくてもご利用いただけます。え、緩くなるんだ。そうです。ヘルメットもいらない、なくなります。ヘルメットもいらなくなっちゃう？そうです。あれ緩くなるんだ。緩くなります。じゃあちょっとこれ乗ってみてくださいよ。え、私が乗るの？乗れるかな、ね、こんな自分で紹介したんだから。そうだよ。俺はだって相場でうるうる歩いてるんだよ。これだってこれ、こう向きでいいんですか？逆だよ。全然ダメじゃん。素人すぎるじゃないですか。こういうこと。大体さ、こんなヘルメット被ったこともないし。そう、そうなの。まあこれヘルメットちょっと、もうでこれ上げる、はい、これでいいんですか？いただいて、いや意外と難しいよ。ここになってます。あ、え、これアクセルなの？はい、で助走をつけていただいて、時速2キロ以上になるとアクセルが効くようになりますので、2キロ以上出たらアクセルを押していただくと。じゃあ何？これ最初はこういうこと？そうです。こういうこと？あ、こういうことね。あ、びっくりした。あ、こういうことね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こういうこと。電源が入ってなかったですさっき。どう？あ、でもね、簡単に乗れる。いいじゃん、いいじゃん。意外と簡単ですよ、これ。ちょっと乗ってみます？いや、いいですよ。乗ってみればいいじゃん。いいですよ。これって、はい、うちの方って坂道だらけなんですよ。はい、坂道でも平気だの？坂道のちょっと度合いにもよるんですけども、結構トルクがあるので、うん、あの坂道も比較的に登っていただけると思います。あ、そう。はい、だから家に1台あると便利だよね。ね、え、これ充電式？そうです。あの 100V の充電の充電器がございまして、こちらから充電することで充電ができます。なるほど。これで何キロぐらい出るの？時速は19キロになってます。へ、これ例えば、はい、なんか旅行先とかいいじゃないですか。はい、という場合どうするんですか？これ折りたたみができますので、うん、お車の後ろに入れていただくことが可能になります。あ、なるほど。だってほら、はい、これはロックがついてるからさ、うん、折りたためるよ、これ。ああ、なるほど。それいいじゃないですか。ということはそこにある車入るの？はい、なるほど。だから折りたためるから詰めるよね、うん、そうだね、うん、だこういうのはそれこそなんかね、あのカレーザーとかさ行って、おしゃれ、まあ、それこそ山中湖とか行って、うん、あの近くはこれとかね、おしゃれおしゃれいいよね、はい、そういうことですね。そうです。テリーさん、別荘にあったら便利じゃん。まあ、便利、ね、便利便利、くださいよ。くださいよ。何がくださいよ。くれるといいなと。皆さん、こちらパッと見何に見えますか？自転車。自転車だと思うんですけども、うん、実は原付きのバイクになります、こちらも。ナンバープレートがついてる。あ、ナンバーついてる、はい、はい、電動原付き。これでも、こわそう、電動の原付きです。こちらは自転車にもなります、実は。ナンバープレートをパタパタっと隠す機能がついてまして、そちらを隠すと電源が一切入らなくなって自転車にもなります。で、今電源が切れている状態です、はい、からボタンを押していただくとカチッという音がしまして、
こういうふうに隠れます。自転車ですよ。そうです、電源が入らないようになりますので、はい、この状態だと、自転車として走ることができます。はい、ちょっとそれこれちょっと面白い、ちょっと面白い、俺、うん、これはおいくらですか。これが27万5000円。高いね。27万か。こんなヘルメット被ったことないよ。ちょっと面白い。マヌケでいいですよ。ね、なんか どっから。マヌケだよ、ね。ちょっと面白い。スタンドをはめ上げて。覗きの蓋みたいですよ。マヌケだよね。こちらもその帽子かぶって、そのレーシングスーツが。おお。お、これはすげえ。万引き親父みたいですね。これ、ま、だこれ怪しいな、これ怪しいわ。お、早い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 、これは早いわ。どこまで行く、どこまで行く。戻ってきなさい。お、だからさ、ああやって乗るってことは正しいってことだもんね。まあ、そういうことですね。意味がない、意味が、うん、小学生、小学生って今言ってた。小学生だね。うまい、さすが、さすがですね、あそこのブレーキの踏み方が。いや、これは面白い。これは面白いね。え、うん、これはでもどっちかとこっち側の方がいいかな、俺は。いや、俺もこっちの方がいい。ねえ、こっちはいいな。こっちの方がなんか新しい、それはなんか街でいっぱいいるもん。まあ確かにね。うん、あ、これ楽。いいね。で、これは20? 7万5000円。27万5000円。それがいくら、今、それがいくらに。ね、キャンペーン中ですよ。ね、キャンペーン中、キャンペーンじゃないですか、これ。そういう番組だったのか。そういう番組終了30分以内の方法だった。ね、ぜひね。さあ、続いてこちらです。はい、これは何これ。これは車椅子みたいな感じですけども。そうですね、電動の車椅子になっております。どうぞどうぞ。乗ります。もう間もなく私もこれ使わせていただきます。これはどんな感じですか。これがですね、うん、時速、最高速度が6キロ出ます。60キロにしてほしいですけどね。6キロですと歩道を走ることができますので。そうか、はい、その関係で6キロ。なるほど。高齢者の方もね、あとね、これね、普通の車椅子よりもいいなと思ったのは幅が狭いんですよ。あ、そうなの。うん、だからこの幅が狭いっていうのはものすごくいいことで。あ、そう、うん、そうですよね。あの、広すぎることによって通れないとこもあるじゃないですか。うん、すごくいいと思いますね。え、これバッテリーでかいの。でかい、バッテリーですね。うん、あ、そうだ、このぐらいの大きさ。これでどのぐらい走行距離。走行距離は、うん、16キロから20キロぐらい。うん、まあ、15キロだな。はい、そうだね。ね、15キロぐらいみたいなね。なんかおしゃれなセミアカーみたいな感じですか。そうですね。このメーカーセミアカーのようなものも作っておりますので。あ、そうなんですね。はい、これは何ですか。これがオプションの杖ホルダーになっております。杖か、そうか。はい、傘。そうか、か傘差してちょっといいですか。はい。で、このお座りいただきまして、こちらの足置き。足を乗せていただきます。はい、こちらの真ん中のボタンを押していただけると。これですか。はい、あ、これスイッチ、電源、電源入った電源。真ん中を押していただけたら、はい、それで電源がオンになります。はい、これプラスマイナスは何ですか。速度を調整できます。今一番遅い速度、ね、になっております。ちょっと早く全開に、全開、全開。4がマックスなので4に。全開、全開、はい、全開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 しました。はい、で、あとはもう住みたい方向に倒す。あ、倒す。ドキッとしたけど、これはバックはできるんですか。バックはもう後ろに倒していただくとバックです。おお。で、右行くときは、右行くときは右側に倒していただければ。あ、おお、ちょっと行ってみて、行ってみて。あ、こうですね。もういいよ、いいいい。お、意外と、お、いいいいいい。おじいちゃん帰っといで。ほらほら、いいいい。意外と、意外と早い。いいね。坂走りたかったな。坂ね、うん、いいじゃない。ブレーキもかかるの。離すと止まる。離すと止まります。あ、なんかあれですよね、ほら、俺パラリンピックの時に、うん、車椅子でバスケット、はいはい、とかあるじゃないですか、はいはい、あれやった人となんか練習やったんですけど、うん、それをちょっと思い出しましたね。で、ほら、これね、楽だね。ほらほら、うん、楽ですよ、ほら、ね、あの、というのはほら、回転半径がね、ああ、から、あ、これ楽。コンパクトだから、なんかスタイリッシュだし。今ほら、もう乗ってすぐにこうやってもうできるでしょ、うん、だから、これは、あれですよね。あ、これ楽。もう、年配の方でも十分いいね。いや、全然いい、これ。気になるなお値段ですね、これ。あ
これはおいくらですか？こちらが27万3000円に。みんな27万ぐらいですね。レンタルだったりも行っております。必要な時だけっていう形ですね。レンタルで1時間いくらぐらいの？弊社のレンタルです。1日単位なんですけど、1日1000円から行って。安い。なるほど、ね、でも買っちゃった方がいいよね。まあ、だから使う人はずっと使う。確かに確かに。1000円は安いよ。怪我された方とか、足折っちゃいましたという方が2週間だけ、3週間だけみたいな形で短期間っていう方はいらっしゃいます。これ便利だね。これいいね。あとなんかおしゃれだから、おしゃれ、ね、でこれも全部売ってるってことですか？そうです、全部販売とですね、こちらとキックボード以外は、試合レンタルも売っております、はい、どっちが多いんですか、買う方と？今は買う方が多いですね。まあそうだよね。あ、そうか、家の近所いいよね。原チャリ代わりだもんね、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。今の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。